シパリ在住のマッシュです。あやです。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。えー、マッシュアヤラジオ第十六回始めたいと思います、えー。こちら今映像が流れておりますが、えー、ラジオ形式となっておりますので、えー、よかったら耳だけお楽しみいただけたらと思います。はい。ということで、うん、えっとー、十六回目ということで、<laughs> 前のね十五回目がなんと。 もう一月前以上空いてるみたいで、うん、結構久々のラジオとなっております、はい。とっても久しぶりのラジオでございます。もう一ヶ月も空けばね、いろいろありましたよね。そう、うん、なんかね、あの投稿した動画を見ていたら、うん、前のラジオ以降にあの旅行に行ったこととかさ。うん であのマッシュのお仕事シリーズでさ、うん、あのまずっちゃんを撮影した時とかさ結構いろんなことが起こったよなと起こった <laughs> <laughs> 一月の間にだって歯医者も行ったしさ、うん、あー確かにーなんかいろいろあったなーってちょっとびっくりしました8月中か行ったらうんだから意外となんかア,アクティブな8月やったなとうーんやっぱ夏休みを意外と満喫してたんですかね でそのね、うん、8月が終わって9月になりましてね先日ライブ配信をした時にちょうどそのライブ配信の次の日が私の誕生日だったんですけど、うん、まあライブ配信中にみんなにねお祝いされて、ね、すごい嬉しかったですす <laughs> ありがとうございますしかも、うん、あれやんね誕生日言う前に視聴者の誰かがね「ね、うん、あのえい、ー、ちゃん次の日誕生日じゃないの?」みたいな。 そうや言ってくれてたと思うんで「えー、誰だったかな,すご,なすごい覚えてたんや」って多分めっちゃ前にちらっと言ったぐらいやんな多分そうお誕生日は、えー、っとあスピリタスの時に言ったんかもしれんスピリタスの時か、うん、普通にえー、っとね「マッシュの記憶ではライブ配信の時に、うん、誕生日っていつなんですか?」って言って「 あそれも言ったねそれいしく言ってないんでいやし知ってる人か覚えてる人ってかなり <laughs> えーってすごいいと思いましたよね別にね私たちプロフィールどっかにね書いてることもないので <laughs> 知ってたのはすごいなっていう感じでしたね。うん、本当にありがとうございまししたたとも嬉しかったです、うんはい、ということでねもう私も年をまた重ねまして、はい、また1年経ったなっていう感じなんですけども。 なんかあの、うん、マッシュはサプライズとかするのみたいなコメントがあって、まあ、あんまり僕しない方、うん、まあ付き合い始めの時とかはごなんかご飯セッティングしてとかねプレゼントも用意してとかしてましたけど、うん、最近は、はい、サプライズせずに何が欲しいって聞いて一緒に買うことが多いですまあ個人的にサプライズ嬉しいんですけど、うん、なんで最初はしたのに今はしてないか不思議なんですけどなんでですかえなんか 当時はね初めの頃ってこう、うん、なんだろう何しても喜んでくれるイメージがあったんですけど今ももちろん喜んでくれるんだけど今は喜びよりも本当に欲しいもんを買う方が綾ちゃんは充実してるようなイメージがあるのでそうやったら一緒に考えてでなんかその。 例えばさ、アクセサリーとかをプレゼントするよりかは、いや、今はそういうのよりも、パソコンのこういうのが欲しいとかさ。明確なのが必要なものがあるから、そういうのを一緒に買う方がいいんじゃないかなと思ったりもします。で、それとは別で、<laughs> あのなケーキとかさ、うん、お花は。あのプチサプライズというかさ、まあ、何も言わずに去って帰ってきて渡すみたいなのは。それはまあ、継続しような気がするけどね、うん。お花はね、嬉しいですよね。誰がもらっても。うん そそうそうでもなんかやっぱりその2人で暮らし始めてもう私もねあの定期的にこう働いてるわけじゃないんでお金がめっちゃあるって言ったらそうでもないので、うん、私はどっちかっていうとサプライズ好きな方なんですけども。うん それもなかなかかねでのづくりとかもねしてたらばれちゃうんでずっと家に一緒におるから <laughs> その辺ですっごい難しくなって、うんまあげたいものとかはね結構あるんですけども、うん、まあそれはその値段的に今は難しいなとかね、うん、まあいろいろこう工夫を凝らしてあのプレゼントをあげたり、まあ、お祝いをしたり、まあ、してるんですけども、うん、なかなかやっぱり近くなるとね 難しいなってところです確かに皆さんはご家族、うん、まあご夫婦の方とか、うん、一緒に住まれてる方ってねどういう感じでこっそりしてるのかなっていうのは気になりますねまあでも一緒にご飯食べに行くためにそのレストラン予約してとかはしてるんじゃないですかうん、うん、とかあとプレゼントはこっそり用意しといて、うん、そういう時に渡したりとかかなうん、うん、そうそう多分マッシュが私の欲しいものをなんかよくわからんってよく言ってて あのまあ、今は明確にあるんですけど、うん、多分こうちょうどいい値段ででも、うん、うちが喜びそうなことって意外と知らないんじゃないかなって思っててあそれもあれば逆もあって、うん、欲しいもんいつも言うてるから、うん、それをなんて言ったんやのこう例えばさ「ローブレが欲しい」って言っても「ローブレいきなり「はい」って買ってきてもサイズも分からへんしあのそれやったら「ローブレを買いに行きましょう」の方がいいやんと思って、うん、ローブレを買ったりとかそんな感じかなって思う。 例えばさじゃあなんやろ iPhone の新しいのが欲しいと、うん、でも何色が欲しいんかとかさ、えー、とその最新のやつでも何個か種類あるこっちやねんとか,なんかそういう間違いはしたくないなってのはあるよね。 確かに、うん、あそれのこ,こっちのモデルやねみたいになったらあっってなんかお互いあーなるほど、ね、ってなるからめっちゃ高いものは高いものほどきっとちゃんと選びたいやろうし安いものは安いもので何が安すぎてこれはプレゼントになるのかみたいな迷いもあって <laughs> 正解がなかなかこう打ちづらいというか,だから感じじもあるんじゃなマかシュの中ではなんかサプライズというか、うん、こうなんていうの はいって渡しても喜んでもらえるのはお花とかケーキとかやと思うから、ああね、そっちはサプライズっていうかまあどっかのタイミングみたいなんで、うん、で本当に欲しいものはじゃあ一緒に考えましょうっていうのがなんかいいかなと思って、この2、3年はそんな感じかなと思います。なるほど。やっぱ男女の違いですかね。<laughs> だから逆もあってさ、もちろんそのもっとお金もあったりしてとかまあお金だけじゃないけども、この服似合いそうやなっていうのをプレゼントするのも。 まあしてみたいなとも思うけどなんかそれは誕生日じゃなくてもいいかなとか、うん、えー、結構私はそれ楽しみですけどね、うん、洋服のプレゼントとかは嬉しいですなぜならば私服を選ぶとき本当に同系としか買わなくて、うん、なかなかこう新しい服にチャレンジする自分のお金を出してチャレンジするってことが一歩踏,め踏み込めないんですようん、うん だからなんか友達とかも洋服プレゼントしてくれたり、うん、まあアクセサリープレゼントしてくれたりとかしたらすごい嬉しくてあれや、ね、だからこうもらうと嬉しいもの、うん、自分で買わないけどもあそれくれるの嬉しいみたいなちょうどいいものってあるよね。うんうん ん、まあ、かそういうのをサプライズで用意してみるとかをねこれがね、うん、センスを問われると、ね、そう,そうだからセンスとててますす <laughs> 男子はとても困るんですよ、ね、そうだからやっぱ男の子やから難しいんかなっていうのもあって <laughs> んなあとは何やろうね私もそのマッシュにサプライズをする時も、うん、やっぱマッシュの好きなものがやっぱりこう 機材ととかかカメラとかになってくるんです、うん、あとはこう生活を便利にしてくれるものとかになってくると思うので、うん、あこれいいなって思っても高いんですよねこれ手出せへんなって <laughs> ちょっときついなってね思ったり、ね、ま洋服とかはね過去にプレゼントはしたことはあるんですけども、うん、まあざっくり言う趣味みたいなものがな、ね、いマッシュもは,はっきりとはないから。うん、か結局趣味イコール、うん まあ仕事の,の延長に仕事があって仕事の延長に趣味があって交差してるから、うん、結局ワクワクするものはそういう映像関係写真関係のものとかになってくるもんね、うん、まあ写真集とかは好きやけどま,あ写真またそれも自分の好きなものやから逆でなプレゼントするたな何の写真集がいいんやろうって多分な大変やと思うしああそれはないけどなんかでも作りたくなっちゃう自分で。あ<ー>でも作りたいけど でまだねここでいろいろね自分でもじゃあ写真を撮ってってなるとマッシュのカメラを借りて撮りに行ったりしたバレるじゃないですか <laughs> うわバレるみたいな <laughs> 難しい難しい確かに、ね、そう実はねまあそういうものを作ってあげるっていうのは一番好きなんですけども、うん、まあまあそれはちょっと長くありましたが、まあ、誕生日のプレゼントってやっぱ難しいな <laughs> でもまあ考えるのもねあのサプライズするのも個人的には結構大好きな方なのでよくね、えー、考えてます。はい <laughs> いビデオはいということでね、はいえー、続いてはですね「メッセージを読んでみよう」のコーナーですはいいつあったので読んでいきたいと思います、えー、ラジオネームラジオネームはまだないさん、えー、次回パリに行くとしたら新緑の頃がいいなと思っていますがパリって何月頃に若葉が生えてくるのでしょうかそれと私は花粉症がありあ若干花粉症がありますが パリの花粉ってどんんなな感じなんでしょうか以前マロニエの木も花粉を飛ばすって聞いたことがあるんですがマロニエなんかも花粉出るんでしょうかはい、はい、ということでまず新緑の時期ね新緑の時期って冬が終わって3月から4月にかけてかな日本とすごい似てると思います、うん、似てるねうんなんか本当にあれよあれよという間にすごい緑緑していくようなうん でもななんか緑はうわーって生えてくんのに寒いんですよねすごい確かにまだまだ涼しいなでも太陽はすごい、うん、あのなんていうの晴らびやかに確かにちょうどね、うん、今年はすごい記憶にあってあのコンフィルモン中えロックダウンになってる時に新緑が出てきましただから3月ですよね3月の後半から ランニング行ってたらずっと枯れはやったのにあもうめっちゃ、ね、咲いてるってなってでやっぱ4月ぐらいにあの、うん、桜が満開になっててうそ,っそうあ今年は全然あれ行かれへんかったなーっていうのを覚えてるから、うん、それぐらいの時期ですねお花見行かれへんかったなうーんあそっかあっという間に終わっちゃいましたね桜の時期ね知らぬ間にって感じ4月から4月やもんね、うん、あとなんかイメージ的に それを見てたのは公園の方にランニングしてるときによく見かけてたんですけど、パリの街並みって、特にあの道路とかってすごい並行き道が多いんですよね。うん、で、だんだんやっぱ新緑が出てくると、あの、なんていうんですかね、影の形が変わる。今までずっと影が、あの、枯れ葉、枯れ木、うん、の、なんての、尖った影なんか、うん、だんだん葉っぱが出てきて、なんか 丸こくキラキラするようになってくるんで、うん、それでなんかすごい進路が出出ててきたなーっいいうののをを感じるのを思い出しますねだからやっぱりパリの,その春から夏にかけての、まあ、太陽の光の感じとかその影の形が変わるのはすごいワクワクしてくる時期やなっていつも思うよな。やっぱりねなんかその日本の太陽の輝き方とパリの,その太陽の輝き方光がちょっと違うなってやっぱ思ってて。 こっちの方がねな確かあれやんね数値的にも紫外線かなんかは強かったと思うん,かななんで,、うん、でこっちの人は目が少し弱いんで、うん、ラジア人に比べてだからサングラス文化がすごい強いっていうのもその辺の影響らしいんですけども<笑><笑>ちっちゃい子もみんな,なサングラスしてるようなかわいい。そうそうだからその 日本の春の木漏れ日というかそういう感じとは少し違ってもっともっとキラ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 ーって感じですねピカーキラッキラーみたいなそうそう確かにねだからまあその新緑の時期って考えるなら3月後半4月でもちょっと寒いんでそのあとぐらいでもいいかな4月の半ばとかでもいいのかなとも思いますん。寒いよね寒い。 何花粉症が,、うん、粉粉がね、うん、によってあの反応する人が変わるとは思うんですけどもちょっと僕も実は花粉症でして、うん、でマッシュの場合は、えーとね、5月の後半から6月ぐらいに23週間なあ「鼻かゆい目痛い」って言ってるよね「アレルギーの薬飲まな買わなって言ってやってます。 あのフランスの花粉でもフランスもその地方によって花粉のあれが違うのかちょっと分かんないんですけどもパッと調べた感じやと早いと、まあ、3月ぐらいからあるみたいで,で6月をピークに過ぎ56月がピークにだんだん減っていくとへえ<ー>種類はなんか糸杉とか杉かな、うん、あとブタクサプラタナス えカバノキ、うん、あでマロニエ、もマロニエは4月5月って書いてるわ。あ,あそうなんや。で多くでトえー、トネリコでイネカ、うん、でなんて読むやろね草本草本？分<草本> <laughs> かんねえけど <laughs> それがなんか7月8月ってなってる。ああじゃあ夏もあるんや。夏もある。だから十度の方は結構、うん、暖かい時期はずっとずうずう言うてんかな。 なるほど辛いなちょっとなんかちょっとね、うん、私はもう年中鼻ズずう,ずういてるので、うん、全然わからないんですけども花粉症はないかなもうないかあるかすらわからんよ <laughs> っ,ってやからただ目がかゆくなったり眼鏡もカピカピなるようなんは多分ないから <laughs> あやちゃんは花粉症ではないと思う <laughs> 花粉症ではないや <laughs>、うんや多分ハウスダストやろ <laughs> うんハウスダストとかかな私はハウスダストとあと温度温度変化によるなんか、うん 花の弊害はありますね、うん、寒いところから暑いところうん、うん、暑いところから寒いところとかもダメですね。なんかこれを見る限りはやっぱりね5月6月がやっぱり一番いろんな花粉が飛んでると。で夏の間も先に言ったら草元と稲花はずっと夏も飛んでますって書いてて。 時期によっては2月の中旬から2020年はそう特に2月の中旬から花粉が飛んでたって書いてるからうん,うん日本人にとっては重要ですよねなんかこの記事を調べてるといろいろ出てきてて日本人はやっぱり花粉症の人が多いみたいですね。なんでやろうな花粉が多いんかなそもそも。あじゃあその絶対量も超えちゃってるんや。うん いやー花粉症のねメーカいのとかかわいそうやなと思いますいコンタクトとかしてたらね花粉症はねそのうんまあでも薬でちょっと抑えれるんやんなそう結構でもきつい薬かな、うん、飲んだら1日持つからなんかあの薬局に行って「アレルギーなんです」って花粉のって言ったら大体同じような薬出してもらって、うん、でそれ飲んだら収まります、はい、ただ なんかあんまり飲み過ぎと効かなくなるがまだから辛い時だけにしてって言われる友達がいたんでうんまシしょ言われたことないんですけどそれフランスでフランスであそうなんだからまあ同じ薬やったのかちょっと分かんないですけどで記事見てたらあと目薬と鼻の臭となんか3点セットを大体あの紹介されるって言ってました局に行ったらなるほどでもなんかその鼻の臭ってやつはやりすぎたらなんか癖になるからあんまよくないとか言うやんな、うん 指令、うん、は癖になってたなえー、癖になるっていうのはもうずーっとやっちゃうってことそうっちゃうちょっと異変があったもん、ね、それがないと鼻通れへんみたいな、うん、でもよくないんやけどみたいな言ってたけどね、えーうん、だからまあ日本から旅行とかで来る際やったらもうね日本でよく飲んでるお薬持ってきて、うん、あのそれでしのげばいいかなと思うしまあこっちに住んでる人がね大変かなと思うんで、うん、まあ住んでる方は 重度じゃなければホマ薬局であれアレルギーの薬くださいって言ってのはそれでいけるとは思います。でもアレルギー系の薬もなんか副作用とか、うん、あその辺心配な方はやっぱりお医者さんに行くのがいいかなと思うけどね。まあね。うん。あとなんかねむまだそのコロナじゃなかった頃は、うん、マスクをしてるって結構こう周りの人からすごい。 変な目で見られるような環境だったんで、ねうん、すごい花粉症の方マスクをしにくいって言ってたんですが、ねうん、このご時世ねもうマスクはね、うん、全然できちゃうようになったので今年はよかったあれかもして良かったのは <laughs> そうだよねマスクしても大丈夫<う>花粉症でしてても何も言われないそうそうそう,そう、はい、まあでもこんなみんながさマスクするような、うん、ね世の中になるとは思ってなかったんでうん,うーん なんか複雑な気分ですね、はいはい、っていう感じで、えー、と花粉はそんな、えー、情報だと思いますので、うん、もしねその新緑の時期とか花粉の時期に来,来られる際にはですねさっき言った感じでお薬持ってきたりとか、えー、気をつけていただけたらなと思います。はい、こっちで重度の花粉症の方で病院に通われてる方とかは逆にそのフランスの病院で花粉症でどんな感じなのか、うんかもし詳しい方がいたら教えてください。確かに、ね はいました,いましたはいでちょっとまだね時間があるので、はい、フリートートクなんですけども <laughs> そう実はこのね 1>, <laughs>、はい、1回目2回目ぐらいから、うんえー、最近までねマッシュのバックパッカーの話とあと最新のやつはあれやねヒッチハイクの話をしたんですけども、うん、もうねマッシュのそういう旅家の話がもう全部話し切ったと思うので。うん えーとシリーズものは今ねない状態なのでちょっとフリートークしていきたいと思います、はいでね、そのフリートークっていうのが、まあ、このコロナの状況で、うん、多分その家にいる時間が皆さん増えたのかなと勝手に思ってるんですけども最近映画見たりとか、まあ、アニメ見たりとか漫画読んだりとかをね、うん、あの昔はいっぱいしてたんですけども、うん、また最近さらにいっぱい活発,化して活発化してて。<laughs> ね、個人的にまあ漫画も映画も大好きだったので、うん、あの小さい時からよく見てたんですね、うん、で最近またじゃあその昔見た漫画とか映画とかをまあ見返すことが多くなってやっぱりその昔読んで読んだり見て思ったことと違う感想を覚えるというか、うんうん、確かにね前もなんか、うん、多分1回目のラジオでも話したと思うんですけど、うん、ジブリをちょっとはまっててその時は。うん で子供の時見たジブリの感想と、うん、でそのロックダウンになってからジブリ見直した時の抱く感想がやっぱ全然違ったって話をしたんですけど、うん、まさにそのことやんねや言ったら。本当にそうで、うん、でま,まあほんに作品名を言えば「エターナル・サンシャイン」っていう映画をね、うん、あの見たんですけども、はい、これもねちっちゃい時に ちちっゃいい時でではなすけども学生の時に見たことがあってその時は本当にその映像の作り方とか物語のシナリオもなんですけどもすっごい面白くてなんか素敵やなっていうかすごい面白い映画なんでぜひぜひ見てほしいんですけどもっていう感想だけだったんですけど特にラストシーンととかかか泣いたた記憶もなっんでも今回同じ映画を見てラストシーンでめっちゃ泣いたんですよ。 でもそれってあのまあ恋愛の話だったんですよ、うん、単純に言うと。恋愛の話であの過去の自分は恋愛経験が多分そんなになくて浅くてそうそう映画で描いた <laughs> キャラクターの感情が読み取れなくて、うん、ただ単にその2人のその映画で見た2人を追って、うん、ラストまで見てたんですけども。うんうんうん 今回見た時はがっつりその感情を、うん、あの自分も、まあ、同じ気持ちというか「うん、分かる?」みたいな, <laughs> たいな理解できてめっちゃ泣いちゃって、うん、でやっぱりそういうのを経験してると感じ方が違うんやっていうのを気づいてこれは本当に他ののんかね作られた作品にも言えると思うんですけども、うん、全部にこうなんていうんやろう自分の成長とともに、うん 作品がが違っっっててて見えるるいううのがあるんやろうなと思って、うん、確かに面白いそれがもうひたすら面白くて <laughs> それが最近ハマってるあじゃあ昔のやつを結構見直してるのが多いの、うんうん、見直してるのも多いしまあでも結構頻繁に、うん、あの好きな作品は見直すことが多いんですけどそう、ねうん、まあハマってることといえばちょっと違うかもなんですけども、うん、まあそれもきっかけで。うん っの思ってたことそして今思うことっていうのを照らし合わせて、うん、なんか楽しんでるというか、うん、自分の分析じゃないですけども、うん、人間っってて面白いいいなって、まあ、つくづくづ思い直すというか, <laughs> なんかまあ確かにそういう経験はあるけど、うん、あやちゃんは特にその昔思ってたことをよく覚えてるから。うん それが俺はいつもびっくりしててしかもその例えば高校ぐらいとかで見た映画を見直した時とかやったら分かるけど、うん、結構ちっちゃい時に見た映画の時の当時の感想まで覚えてるのはそれって女子なんか、まあな<ー>ちゃんが独特やなんか分かれへんけど、うん、いや不思議でそれはね <laughs> えー、なんで覚えてるのみたいな <laughs> でも覚えてないもん例えばドラゴンボールを見てた時ののち、うん、ちっちゃい時の自分と の気持ちっていうのはまだなんとなく覚えてるけど<ー>かっこいいとかすげえとかうん、うん、で大人になって、まあ「ドラゴンボール」じゃなくても違うそういう戦う系の漫画でもうん、うん、あこんなストーリーやったんやこれみたいなんで、ね、んなるのはあるけどもなんかそこまで覚えてない印象に残ってるもの以外は覚えてないからよう覚えてんなって思ういつも。んあなんかその映画とか、うん、漫画とかだけじゃなくて 体験ととかかの感想とかもない、うん、例えば昔ちょっといじめられた時の自分の気持ちとかこう大きくさ心が動いた時の感情みたいなんて結構覚えてるトラウマみたいなこともあるからさ、うん、それは覚え,てる結構覚えてる感じやんか。なんかその覚えてる幅があそんな浅い浅いっていうか,なんかすっごい印象に残ってることっていうのは残ってるけど、うん、なんかえそこまで残って みたいな自分的には残らへんぐらいの部分もあやちゃん覚えてるから、うん、へーって思うけどね。 もともと多分分析癖というか、うん、そういうのが好きなんだと思うんですけども、うんうん、なんかでもそのねちっちゃい時に映画を見た時のことをよく覚えてるのはもともとね漫画家になりたくて、うん、でその漫画の先生がどうやったら漫画家になれるんでしょうかみたいな質問に答えてるので、うん、とにかくたくさんいっぱい映画を見なさいっていうのと、うん、で映画を分析しなさいみたいなことを書かれてて。 だからその映画を分析したら漫画家になれるんだってちょっと安易に思っちゃって、うん、で映画見るときは映画見ながらノートを用意して、うん、でそれを見た時の感想とか、うん、あのこういうキャラクターはここでこうしたからなんか伏線をここで回収したんだとかのをメモって自分の考えとか私はこういう展開の方が面白いと思うとかを書いたりして多分ちょっと人よりも考えてものを見る癖みたいなんがあったんだと思うんですけども。 あんとねエン,タメで見エンタメで見る分析するほ、うんでなんかこうその分析を何年後かに自分でもう一回見返すみたいな <laughs> とかをしてまあ遊びですねそれを真剣に多分物語作るためにとかをやってたというか、うん、なんかそれって面白いなって思っちゃって。うんうん 普通にもう遊び感覚でずっとそれを繰り返してるっていう感じですかね、うん、でそれ今もまだなお <laughs> 癖みたいにやっちゃうのですが、うんうん、そうだから今ねあの映画をまた見ると、うん、違う感動があって、うん、なんかこれ一生楽しめんなって思ってちょっとワクワクしてますそうそうだから80歳90歳になって見たらじゃあどう思うのかとかそれはでも毎回変わるから、うん、だからだからいい作品とかいい物語って、うん 結構何回か楽しめるもんやなとは思うよね確かにうただ逆に子供の時楽しめてるのに今なんてちょっともう見れへんくなってるもの増えてるなとは思う。えー、例えばなんか昔は例えばですようん今でもまあ別に嫌いでもないし、うん、好きやけど当時の方がすごいワクワクしてたのはグーニーズってが分かりますかあの、ね、子供たちが 探検するような感じですねで海賊船で宝石を取りに行くんやけど、うん、悪いやつがおってとかあれをなんていう子供の時見た時はすっごいワクワクしてうおーってなってたのにちょっと大人になって多分ねアマゾンプライムで見れるようになった時ぐらいかな、うん、社会人になって見た時になんかもっと冷静に見ちゃってあ,あ自分大人だったんやなってなんかちょっと,とショックやった、うん、もっとと楽しめれたのにとか そのなんてまあそれはなんて子供向けのやつなのかもせえへんけど、うん、でもグーニュってすごいいい作品やからさ、うんうん、それでそうなったのはちょっと意外やったかな<ー>、うん、逆にあれやねあ,のあれはびっくりしたあれはさらによ,よくなってたのはあのあれですよ「エイリアン」「エイリアン」「エイリアン2か1」を結構大人になってからちっちゃい時って、うん になんてう洋画劇場とかやん金曜とか日曜とかロードショーとかやってたやんか、うん、あれで再放送で何回もエイリアンってやってたやん、うん、でまああの時も楽しく見てたと思うねんけどあれをね一旦また社会人になった時にまたたまたまロードショーやっててさ、うん、家におった時にそれ見た時にもう,もうめっちゃハラハラしながら見てんもう内容忘れてるから、えー、結末どんなんやとか忘れてからあ,<ー>あここで来るとかさ でなんかエイドリアンやったっけエイドリアンやったらロッキーやわやめてやめてくれますか全然違うわ違うやエイリアンな宇宙の話な宇宙の話か叫ばんけお腹からエイリアンが出てきてそれを抑えながら溶岩に突っ込むシーンとかもあるねんけどそれはまたその時叫んだかどうかわからいけど っていうなんかおそらいになって逆にもう、うん、でも言うて80年代の映画やと思うん、ね、やんかん80年代後半か90年代初めぐらいので社会人になってからやったらさ、うん、もう2010年代とかやんかだからびっくりしてさ、うんうん、そういう意味での,あのなんていう昔見たのと今見たのでの違いを楽しむっていうのはありました。うん、あなるほど、はい 本当に最近ねあの2人で「マトリックス」見返したんですけど、うん、あれは驚いたたななびっくりしましまんかやっぱ当時もすごい技術やなとかうわかっこいいとか、うん、映像どうやって撮ってるんとかねいろいろ思ってたけどや,やっぱりねその今見たら CG 技,技術とかもすごい進んでるじゃないですか、うん、だからちょっとしょぼく感じちゃうかなって心構えで2人とも見たんですけども,、うん、もうやばかったな。<laughs> もう ここ一番のエンタメやったな <laughs> <laughs> え最新技術使ってるでしょっていうレベルの映像の美しさやってストーリーもおもろいし面白かったね。いやうんよかった、うん、一気で123って見て、うんでまあ、ちょっとマトリックスファンの方がいらっしゃったら申し訳ないんですけど、うん、1>, 1がやっぱ一番いいですね。23はなんか映像はすごいけどあんまり入ってこへんかったな感動したもん1やな。1で,1でこう 結構完結されてたもんな、ね、結構物語がしまって、きゅうって、ん濃厚やだよな。でも、なんかマトリックスも今四を作ってるか、うん、できるか、なんかそんな話が出てよね。うん、まあ、そうなんや、うん、まだまだやるんですね。どうなるんやろうか、何年ぶりなんか分からへんけど。いや、本当にね。そうや,やっぱいいものはいいって言うんでしょうか。本当に良かったですね。まあ、に逆に、いつ見ても、うんうん、あんまり感想変わらずにいいなって。 まちょ多少変化はあるけど、うん、いいなーっていうのもずっとあって、うん、ショーシャンクの空えにやったっけ。 あれはどの時見ても結構同じような感想というか、ええなってなる。ジオタネホやな。なんかちょこちょこ覚えてるんですけど、間違ってるかもしれないさっきのエイドリアンは何やったんが？エドリアンって。ロッキー嫌い言ってたのにやな。ロッキーなんや。エイドリアンってなんかすごい。違う。ロッキーは。でもロッキーでもなかったらだいぶ恥ずかしいけど。ほんまやな。いや本当にね、あの多分そのコンスタントに面白いっていう映画は、まあまさしくうち天使ラブソングとか。ああそうやな。あとは。 えーとホームアローンとかもホーームアローンも今見て面白いなギャズはもうほんまに面白いなそコメディは結構いいですねだから、うんまあ、ある意味ショックなんは「ドラゴンボール」の映画、うん、多分ねプライムやったら見放題になってたと思うんやんか、うん、アマゾンプライムで,で23個見てんけどみんなしんどかったん、ね、アニメ映画苦手やんなマッシュは。 あでも、当時は大好きやったよね。うん、ドラゴンボール超好き。そうなんや当時のドラゴンボールのアニメは全部なんか録画するぐらい好きやったし、うん、映画館に、あれね、ドラゴンボールの映画をよう見に行ってて、てたそ面白かった面白かった、えー。でも、もう今はなんか、な、懐かしいなぐらいで、うん、全部見るのは結構疲れちゃう。なんか、う,ん,うん。そうなんですよ。 違う全く違うもう私もね、はい、ちっちゃい時にねあのーセーラームーンの映画ねはい、はい、大好きだったんですよあどう、うん、今見てもやばいぐらいいいから<う>めっちゃいいよほんまもうないいね <laughs> なんかやっぱりねその セーラーームンことウサギちゃんがねそのメンバーに囲まれてるじゃないですか、うん、でもメンバーはメンバーでそれぞれね人間関係に悩みを抱えていてね、うん、一りぼっちでね過ごしていたんですがねウサギちゃんのおかげで仲間っていう人に出会えて、うん、で最後戦ってる時にですよみんなウサギちゃんを守るためにバタバタとね倒れていくんですよでも最後はウサギがもう自分の命を飼ってまで周りの人を助けるって言って、うん、結局みんなウサギにこう救われるみたいなまあ 愛の典型的な物語なんですけども、うん、なんか王道で良い <laughs> あちゃちゃストーリーはいいよなんでアニメーションもめっちゃ綺麗からあそうなんやでもこれを楽しめてるのは私がアニメとか漫画をめっちゃ好きやからっていうのはあるかもしれないです確かにだから「うん、ドラゴンボール」は今でも好きやし読み返すねめっちゃ好きや楽しい面白い、うん、でもドラゴンボールの劇場版は 楽しめない,いでもしんちゃんは楽しめると思うでじゃあねだからしんちゃんはあれアニメがメインや、うん、どっちかやったらあだから漫画を超えられへんってことかマンそうしんちゃんってさ多分、うん、もちろん漫画が先やけど自分が見出したんはアニメでクリオンしんちゃんといえばアニメ、うん、やねんで「ドラゴンボール」は結果的に原作が好きになったからそのあれがあるんかもしれへん あじゃあセーラーーンはうちは原作は読んだことがないから、うん、っていうのもう、ね、一つの要因かもまあそれぞれやと思うけど原作があってからのアニメで映画がめっちゃ好きっていうのは確かにナウシカぐらいじゃ <laughs> あナウシカなナウシカはでもアニメ、うん、あでもナウシカもあどっちもな <laughs>、はあ、はあ、言うてはる <laughs> <laughs> ナウシカ語るとはもう時間足りひな,よなあまあでもなかなかやっぱり原作がいいよね基本的には。 うーんまあいろいろありますけどねどっちもいいのもあるしでもそれってやっぱりさっき愛ちゃんが言ってた通おり漫画とかアニメが好きやからっていうスタンスとその普通にまあそれが好きっていうのとではやっぱ結構差があると思うからうん、うん、例えば写真の歴史本とかを読んでもつまんない人は多分つまんないと思うけどうん、うん、やっぱ写真をね やってるみからするとすごい面白いし、この写真何がいいねんっていうのすらもああなるほどなってなるから、うん、それって好きやからやと思うねんけども、まあそういう差もあるんやろな。うん、あると思う、うん。なるほどね。好きなんですよ。そうですね。やっストーリーだけで見ないところもあるからな。うん多分そのストーリーだけで見るかもしれんけど、私はそのアニメーションの綺麗さとかさ。あそれはでも俺も動画をするようになってから見るようになったかも。 あやっぱ好きの力やなうん、うん、好きやからこそ自分に関係があるって思うからこそ見れちゃうけど関係がないところはやっぱりなかなかなハマるのは難しいよねなのであのそうマッシュは漫画が大好きなんですけどアニメは全然見ないんですよね。あ言ってた、ねうん、でアニメを見るのがなぜ苦手かっていうとその漫画はバンバンこう飛ばしたとこ飛ばせれるし自分のペースで見れるんやけど漫画アニメは。 こう強制やんか、うん、強制26分とか24分をじーっと見なあかんわけやんなんかそれが多分自分との相性にあんま良くないのかなと思ってたんですよねでもここ最近最近というかこの45年でまず一個革命が起きたのは「あの君の名は」をあやちゃんに連れて行かれて「アニメやろ?」って言って行ったらあやちゃんよりも感動しててめっちゃ泣いとったな。<laughs> 泣くやん、あれ、泣かせる映画やからさ、ね、そこはしゃないねんけども、うん、いや、やっぱ映像とかはびっくりして、あ、アニメってこんな美しいんや、みたいな。うん、で、あの、もちろんジブリとかは元から好きやから、ジブリとかは見れて,てんけども、あれでちょっと、なんか、少しアニメーションへの興味が湧いて、うん、で、その次に、えー、っと、何やったかな。その次じゃないわ、その前か。その前は、あやちゃんにね、あの、穴雪、 一緒に見に行った記憶があって、姉駅、うん、とか 3D のやつって、まあ、あれも映画みたいなもんやんか。うんうん、だからあれも見れてん。うんうん、で、えーっと、そのさらに前に、ONEPIECE の漫画を昔から集めてて、で、なんかの映画の時に、そのワンピースのゼロ感みたいなのが出るっていうキャンペーンがあってさ、で映画館見に行ってんやんか。で、そ,れその本が欲しくてな、映画はそこまで興味なかったけど。で、映画館でワンピースの映画を見て、 あんま面白くなかっ,たっていうかか <laughs>、うんうん、なんか間が悪いしすごいギャグのタイミングが違うみたいなだからなんていうのアニメをやっぱ信じるってなかった部分があってんけどももう一回話戻って君の名は変わってでその後パリに来てからやったかなあの「進撃の巨人」うん、の原作めっちゃ好きやったんですねでアニメは全然興味なかったんですけどみんながいい,いいって言っててで 当時同居人がなんか DVD かなんか持っててで彼が見してくれたんですよねまあマッシュはまあ,あんま興味なかったから、まあ、彼が見てんのをちょっと見てみようと見てみたら結構良かってなんか原作をもちろんこう筋にしてんねんけど、うん、なんかもう一個世界観をもっと加えてくれてるというかうんなんかもう一個の昇華さらに昇華した作品になっててすごい感動した。 でどんどんアニメのあれは外れていってんねんけども、うん、まあでも自分からアニメを探してみるっていうのはあんまりなくて、うん、でやっと最近のはまってることにつながんねんけどあやちゃんが最近見つけてきてくれた何だったっけアグレッシブルレツコアグレレッシブレツコか。コ <laughs> 普通ギャグのアニメーションなんですけども <laughs>、うん、ネットフリックスでね見れるんですけど、うん、めっちゃおもろくて。そうな、ね、なんかなんか 本当に1年前ぐらいに知り合いのその友達のフランス人の男の子がすごいはまってるっていうのを聞いてで面白いんかなと思ってその時は私も見てんーそ何が面白いんやろうってちょっと思ったんですね、まあ、結構サンリオが作ったキャラクターかなではサンリオっぽいキャラクターがこう鷹の爪みたいな感じの,あのアニメーションなんですけどもだから何やろう これが面白いんやや不思議やな、まあ、日本の文化っぽいからかなみたいなちょっと思ってて、うん、まああんま手を出しなかったんですよチラッと見てやめたみたいな。うん でこの前なんかちょっと時間があるから、うん、映画は見られへんけどアニメ1本ぐらいやったら見れるかなっていう時に1個だけ見ようと思って、うん、1>, 1話見出したらめっちゃおもろくて <laughs> これめっちゃおもろいやんみたいな <laughs> これハマるわこれって思って、うん、面白いなないな大人が楽しめるアニメやな、うん、あ,あれは、うん、なんかこう日本の文化をこう言ったら風潮がじゃないけど結構だとディスってる感じ <laughs> <laughs> でかあのデスボイスをねやっぱギャップやね ちょっと見たい人は見てみてください。ということでそれを2人でよくご飯中見てるだからまあそうそれもんかアニメーションも綺麗やしテンポもいいしテンポがいいねだから相性がいいんやと思うテンポが確かにですぐサクッと終わるしなストーリーも間延びせずでも逆に邦画頬画ってテンポそんな速くないじゃないですかゆっくり見せる系のものはでもわしはあのテンポはめっちゃ好き。 それが不思議私実はそのが苦手だったんですよね昔はもう邦がは四個踏んじゃった以外見たことないぐらいの古 <laughs> いの出してきた <laughs> いや昔はな小学生 <laughs> 中学生とかの時はなんか邦がに対してすごいなんかよくないイメージがあってですよねでもその大学生かなぐらいで、うんまあ、うちの家自体がよく映画を見る一家だったんですよ。うん、で 映画見るけど家族的に邦画嫌いな両親だったので、うん、その洋画しか見えんかったっていうそれが原因で私も画なんとなく敬遠してたというかやっぱ家で借りてきて見るから家族もみ見るじゃないですか空間的に、うん、だからそこでみんなが嫌いな邦画流すと結構こうええー、みたいなじゃあ今みんなもそんなに鳳画好きじゃないんや多分好きじゃないと思う<ー>私だけかな邦画見るのあでも邦画はね一、うん、人であんまりんやっちゃう 一人でで入り込んみるのが大好きそうなんか結構うつうつしいものも多いしさほうがはんか考えてさるく暗いの多いよなでもああいうのは結構人ののが好きやなでも美しいね表現の仕方が写真的に見てるんやろなと思う映像もそうやしマシナリオとかもダイレクトに言わへんやんかでもそういう映画って別に洋画でもあるやんかなんやろな日本って 洋画のテンポはなまた違うよなあでもじゃあ「ほ画好きでああでもどうやろうななんかね洋画と画をまを、あ、どっちもめっちゃ見てうちが思う感想が、うん、やっぱ洋画ってめちゃくちゃあのなんやろ内容のなんやろテンポテンポなったらめっちゃ盛り込んでんね伏<も>線いっぱいで洋画っていうのはアメリカ寄りの映画やな基本。うんアメリカやなアメリカの映画やな。 で結構こう伏線ぶわーって折り込んで最後にダダダダダダだって回収していく感じやけど、うん、日本の映画って伏線じゃない雰囲気をこう、うん、全体でこうなんていうの編み込んでる感じが、うん、してだから回収されへん伏線もいっぱいあって、うん、えっみたいなあれどうなったんみたいなこう当時私が日本の映画を慣れてない時見た時は。<laughs> だからあれはすごいそこを考えて余韻に浸って、うん、で。 まあ、マッシュはよくその後にあのに解説をしてもういつもいるようなああこういうことかとかああこれはこれを<い>そうや難しいだから半々ぐらいな自分でも考えるけどな <laughs> <だ>、うんでいいと思ったんやろって言って検索したりとかん<ー>うんそうやなだから最近あれ見たやん一個画洋画じゃないわ方が熱く

うん、もっと見たいよ、うん、1日結構頑張りたいなまあぜひエターナルサンシャイン見てくださいまだマッシュは見てないんでね, <laughs> ん<ま>ね <laughs> っていう感じでものすごいあの映画の話になりました中身のあんまり濃くないそうですね中身はないんですけどももっと,っとちゃんと話せばよかったな映画については、うん、またなんか映画でも 映画とか、まあ好きな作品で、ちょっと深掘りするような話も、できたらしてみたい。本当ですね、マシャ合やおすすめ映画、深掘りシリーズみたい、りますか?。わかんないですけども。まあ、皆さん、逆に、こう、リスナーさんの皆さんからですね。この映画を見て感想をし、言ってくださいみたいなとかあったら、面白いかも。ああ、なるほどね。ミッドナイトインパリ、見なかった。ミッドナイトインパリは見たよ。あ、見た?。私、まだ見てないから。見たんかな。ちょっと覚えてないよかったけどな。うん。 あでも人によってねこう、はい、多分その人の経験とかでグッ、うん、とくるシーンとか感じる感想とかが全く違うと思うので、うんうん、それはちょっとねあの面白いいなとと思います見るところも違うからねただねやっぱ、まあ、フランスにいるんでフランスのねフランス映画ってすごいやっぱりあの評価されてるじゃないですか。有名なものもの多いし、うん だからクラシックなフランス映画ももっと見ていきたいなとうん、うん、友達になんか映画大好きな子がいて、うん、でその子にいろいろおすすめ教えてもらったんですけどまだ見れてないんでちょっとねフランス語の勉強にもなるし、うんうん、ぜひ見てみたいなとも思います。はい、ということで最近の2人のハマってることっていう感じの <laughs> 内容だったんですけど <laughs> めちめちぐちゃぐちゃに右往左往しましたが。はい、っていうお話でした。はい 最後軽く、ね、少しだけ時間あるかもしれないんで、えっとね、もう一個お話ししたいことがありまして私たちいつも、まあ、年に1回ぐらい、うんえー、日本に帰るんですよ。いつも言うてもまだね3年4年しか住んでないんで、うん、あの数回しか帰ったことないんですけどもそう前回帰った時に多分動画を2本ぐらい上げてて、うん、でその時期を見ると多分10月後半ぐらいだと思うんですよね。うん でもうなんだかんで今9月でしょ、うん、そろそろ1年経つんですよねでねあのすっげえ日本に帰りたいんですよ今 <laughs> <laughs> まあ日本に帰りたいというかね日本食かな食べ物とまあその、まあ、家族にも会いたいしあのしかもささっき言った通おり邦画を見たんでこの日本の雰囲気がすごい懐かしい、ね、かあーって味わいたいってなってあのちょっとあの日本,日本不足 なってるよねうん、うん、やっぱねたいマッシュ1年目から日本に帰ってはこっち来てっていうのを繰り返しててやっぱね半年過ぎるとこう日本一時刻してパリに戻ってきて半年ぐらい過ぎるとだんだん不足してくるあそうなん自分の中で。まあでもその不足してくるっていうのはこう簡単に回転寿司食べに行けるなとか居酒屋行けるなってそういうとこやろ違う違うやん。 違います。そういう不足じゃないの？でも食もあるよもちろん。うん、いや、まあ、食っていうかその雰囲気やん。そのすぐに行けるっていう。うん。なんていうんかわからんけど。うんと、うん、いうよりかはなんやろな日本に何かやっぱ充電しに行くんやと思うね。ね<ー>。もちろん食もそうやねお寿司いっぱい食べてお母さんのご飯いっぱい食べてあのなんていうそこの自分なんか充電があって。 結構寿司充電されたら、半年ぐらいは持つねんけど、<laughs> 半年過ぎたぐらいから、よう寿,寿司作ってたやろ、自分で。うん、あんまり上手じゃない、お寿司を。あれはもう寿司充電が切れてんねんけど、半年以内は寿司作ってないから。う,ん,うん。結構切れんねんな、なんか。逆にその日本に長期滞在してたら、フランス切れてくるのあ、めっちゃ切れてくる。まあ、ワイン。ワインな食べワインやろ。<laughs> ワインや。あと、やっぱり、なんていうの 今はこっちが拠点でこっちに住んでるから、うんうん、やっぱ日本にいるとあああれがないこれがないとかその例えばさパソコンもデスクトップはフランスに置いていってノートパソコンで日本に帰ってるやんで不便なことも多いしやっぱ何て言うのカメラの機材もさ持ってこれるもん限定されるやんか、うん、だからやっぱり落ち着かへんしあのやっぱりそ自分の拠点っていうかこうカチッとする場所がないからだから落ち着かへんくてでやっぱその 早くパリに戻りたやな落ち着かんって言ってんなよく「もうそろそろ落ち着かへん」かへんとか言って、うん、やっぱ実家にね戻るんですけど、うん、もう実家もだって自分の居場所,居場所っていうか自分の部屋とかないじゃないですか部屋もっと自分の部屋やったけど今は物大きいなってるとかさ、うん、そういう場所がそこでねまた寝たりするけどやっぱりもう自分のね住んでる場所じゃないからなんか落ち着かへんやなと。 実家自体は全然落ち着くんやけどなもちろんあの家族もいるし、うん、なんかそこのあれは、ね、海外住んでるからか,なんかでもどうなんでしょうね皆さんも例えば実家は、まあ、地方でね都会に来ててとか、うん、まもちろんどっかにね結婚されたりとか家で、ね、出張ってでたまに実家とかに帰ったら、うん、どういう感覚なんか似たような感覚あるんかなって。 まあ人ににももるるし家庭にもいるんちゃうかなう私は多分一生実家にももおれるような気ある意味拠点みたいな <laughs> マッシュみたいにね機材もないし<ー>そんなそのねその道具とかも持って帰れるもんで済むしな紙とペンさえあれば絵も描けるしそう,そうだから今自分がここじゃないとできないって。 っていいいうこととが少ないやと思います歌も歌えますしねどこ行ってもう自分の中にほとんどあるもので解決できちゃったりとかじゃあ逆に A ちゃんはなんか日本に帰りたくなる要素っていうのは猫猫猫実家の猫な猫<ねこ> <laughs> <laughs> 実家の猫ちゃん猫充電が今はもうバチ切れやもんなやっぱり寂しいですよ猫、ね、ちゃんね可愛いいしうん やっっっぱ命っててすすごいいんですよ思ますそうな猫ちゃんななそれだけかなそれ、まあもちろん家族にもね会えるのは嬉しいから、うん、それもなんですけどまあ全部実家に詰まってるので <laughs> 実家さえ帰れば <laughs> <laughs> 私はもう全部揃うみたいな、えー、友達とかは友達もねまあまあまあでも友達ももちろんありますけど、うん、毎日会ってたわけじゃないから友達はまあ、まあ、その実家にいた時に。な,なんでやっぱその毎日 なんか一緒やと思うね。帰ってもそのたまに会う。うん、で、多分日本に住んでてもたまに会ってた。まあ年に1回か1回とか。しょっちゅう友達とはまた立つやもんな。ん<ー>家族やったら毎日会うやん。うんうん、だからその頻度は結構ね、うん、ありますね。そうやな、日本な。もし日本に帰ったら。いやでも、私、ね、日本の四季をもう一回味わいたいなって思っちゃう。 冬と秋と夏と春とっていうのを日本でもっかいそのやっぱ海が好きなんで夏の海を、うん、日本の海を行ってみたいなとかね、うん、あとはほんまに日常が恋しいですね、うん、こうほんまに毎,毎日のなんていうんですか、うん、まあ仕事をしてた時はそのリズムは今は違いますけど、うん、まあおなかすいたなーって言って近所の なんかファミレス行ったりとか、うん、日本のスーパーで買い物してなんか作って食べたりとか、うん、そういうのがやっぱ一番恋しくなるのでうん、うん、フランスが恋しくななる時も一緒だろうなと思います、うん、朝起きた時の光の入った感じとかその部屋の感じとか、うん、でバゲット買って食べてる時の雰囲気とかなんかそういうのをすごい恋しくなるんやろうなみたいな。もし日本に帰ったらそそそうそうそう、うん 確かに、ね、な感じかな。まあまあないものねだりの部分もありますが、うん、確かにね。まあそれをもう知っちゃったからな。<laughs> フランスの日常を知っちゃったからもう忘れられないですよ、ね、そうやね。確かに。<laughs> 日本ね。いやでもまあでもやっぱり食かな。食 <laughs> かな。やっぱりその友達にも会いたいね。けど、そう友達全部まあトータルし点にな。例えば帰って友達と、うん、まあ何気ない場所で待ち合わせして。 ななんとなく居酒屋入ってケタケタ言いながらなミール飲んで雰囲気やそう焼き鳥食べて「いらっしゃいませ」って声が聞こえてて「うん、ハイボール」とかって言ってる、うん、あれなあの雰囲気だから逆やね <laughs> みんなは日本のね今パリに来たい方は皆さんカフェに来て。<laughs> <laughs> ンアンートバーンバみたいな言ってるのをこう聞きながら自分もワイン飲んでてしたり逆今。いやでも本当私学生の時にプールの後の授業の雰囲気とかあ<ー>えとは秋が始まる時の教室入った時の雰囲気とか新学期始まる時の雰囲気とか、うん、めっちゃなんか。 覚えてるけど、もう二度と経験できないんやなみたいな。あ、このはな。寂しさというかいな。結構なんか、俺梅雨の時の、な、あの、うん、学校も、記憶にあんねんな。あの、朝から、もう、暗くてさ、雨があって。うん、で暗い感じの。めっちゃ嫌いやった、それ。<laughs> あれ、あれで、なんか。今好やや。好きじゃない、暑いな、だけど。懐か,しい懐かしいなって。朝から雨風の。の夕日とかも好きやね <laughs> 放課後の夕日放課後の夕日が入ってくる教室でもう人いなくて<え>部活の声とか聞こえててそんな時になんで教室にあるのなんか何のタイミングあれって友達らと3人ぐらいで放課後残ってたりとかじゃん青春してる <laughs> やめて青春すんの <laughs> <え>青春さしてよ仲 <laughs> いいこと何それ別青春やん腹立ってきたんでやんえ でも分かる分かる文化祭の準備で文化祭委員でで、うん、部活もやってたから部活と文化祭委員でなんかこう教室にこう、うん、何やろなんかもの作ってるやつで残ってる時にもう帰らななみたいな部活終わる時間ぐらいまで多分残ってできたと思うねうん、うん、文化祭前とかな。でそれでなんかちょっと夕日が入っててとかは覚えてるかも。 んかそういうのそういう話になるならばいろいろあるよまたわノスタルジー何何何んえ青春話日本に帰ったらしたいことじゃないけどテーマ外れすぎるわすいません毎回脱線してしまってでもそれで言ったら今高校のこと思い出してさ学校が終わって自転車で帰んねんなで家帰ったらすぐ原付きに乗り換えてで友達だとどっか待ち合わせする場所に行くやんか こう帰って用意してでなんか制服やったらあかんからでも下だけ制服のまんまで上をなんか羽織るもんを変えたりして行ってたんやけど多分楽団やったから楽ンを脱いでなんか違う羽織るもん羽織ってそうそうブーンって行っててあれはなんか懐かしいなって今思い出した「や,ってやりたいなちょっとだけあの原付き乗りたいな」って久々に、えー、もうないけど。 原付とか、うん、なんかマッシュにはさこの原付の思い出があるやん、うん、原付でブーンって言ってたこう風の感じとかさうん、うん、でも私はそういうのがもうないからやったことないからなんやろやっぱ自転車の思い出があるんちゃう自転車に思い出はない <laughs> <laughs> ないよ自転車に思いはない自転車は俺高校で自転車取られた記憶が懐かしいな私自転車なんか取られまくってるからもう高校でも高校 高校に取られて、俺はショックすぎて。あ、学校内で。学校内で取られる。めっちゃ。みたいな。そんなことあるんや。ない。結構だから歩いて、あの時はなんか、あの日の帰り道結構覚えてるな。結構ショックやったやな。ムカついてたと思う。で、あのよみたいな。誰か乗せてくれへんかったんしろ。ああ、うらんかったんじゃ。んその時は。なんかね。そうやな。なんか。まあ、そう。 いやでも本当にねそのいろんなこう雰囲気思い出じゃないでなんて言ったらいいか分かんないですけど、うん、うわーみたいな瞬間っていっぱいあるよね。 だからそういうのを、うん、多分、ね、日本帰りたい意欲っていうのはそういうことなんだろうな今やっと戻ってきたけどそうそう一応戻します <laughs> だから、うん、当時の日常でしてた何気ないシーンをもう一回味わいたいと日本に帰ったら、うん、その充電をしにやっぱ、ね、年に一回ぐらいは戻らんとうずうずしてくるよなっていうふうに思いますねまあでもすごいよく見えるのはいいよね何やろ、うん、美化されるじゃないけど。うんうん そう,そう,そうだから意外と日本帰って1週間ぐらいだったら、うん、もう結構日本の雰囲気なれるもんな慣れてくるね、うん、そうやんな慣れるよんなそう,そう,そうだから前,前3週間ぐらいかな20日間ぐらい帰ってそうや,、ね、やっぱ結構後半は「もう戻りたい」っていつもなるもんなああ言ってんな、うん、ほんまにいつも言ってんな「もうそろそろいいかも」って言ってうんだからそれは多分、うん、なんていうのその今その日本がもう嫌や,やっていう意味じゃなくて 早くもう日常に戻りたいって感じで結構一時帰国する時ってなんか日本に旅行しに行くみたいな感じやから20日間旅行って考えたら結構大変じゃないですしかも、えー、といろんな人に会ってあんまり、あ、わしらば忙しいからあんなえあの,あの,えの一つ言わせてください、はい、あ,のあなた予定入れすぎだから <laughs> 毎日ね、バカみたいにやってるでしょ人に <laughs> まあでもその、ね、やっぱマッシュに会いたい人もいっぱいいるので仕方ないんですよ。あや、ね、はねほんとに友達少ないんでね大丈夫ですねいつもね <laughs> ゆったりと過ごしておりますね。<laughs> でも去年は結構なんかそうやないろいろあって、うん、あの会えないことも多かったんでちょっと断りさせてもらったことも多かってうん、うん、やけどまあそれでもやね うんまあ、でも体調が良ければなやっぱうちもいっぱい人に会うんやけどそんなよくないよやなっ調,<ズ>体調やっぱりね日本に戻る時って時差ボケめっちゃしんどくて、うんうん、お酒めっちゃ飲んで帰ってきても4時間ぐらいで目が覚めて寝れへんってかなうんなる、うん、なんか何やったっけな、えー、多分もし次帰るんやったらちょっとマシかもしれへん だいぶその息切れに慣れてきた。あ,うん、あ、本当。うん、やっぱなんか慣れへんかったんかなと思った。一回目めっちゃ体調崩して、二回目ちょっとマシだったもんな。そう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 。次はもう。次はもう多分なとなくわかるかなって友達と会いまくりやな。やっとな。うん、<laughs> やっと会えるよ。<laughs> まあね、<laughs> 次はもっと帰りたいですね。そうですね。次はだってでもさ、うん、オフ会もしたいんで。そうやね。そうなったら東京も行きたいしさ。 結構バタバタタかもな一月ぐらい帰らんと結構厳しいよなでもまあそうやないつ帰れるか分からへんからなそうですね次の帰国は本当にいつになるか分からないのでね、うん、どっちかやんな一時帰国は結構2週間の隔離があるからさうん、うん、もう本帰りってなったらななんか踏ん切りついて帰るせやけどさすがにな本帰りはせんからってなるとなかなかね、うん、来年の夏ぐらいかな 俺でも夏に日本は帰りたくないコロナ次第コロナ次第ではいということで長々とね脱線もしてしまいましたが日本に帰ったりしたいことでしたあちょっと今日焼き鳥でも作ろうかなえ作る作れる焼き鳥のタレと焼き鳥を焼くだけやけどあんな炭火だけできへんけどさおいしそうおんかすいてきたそういったピール飲みたくなってきた日本やそう日本を感じたいんです はい、ということで「十、はい、第十六回ラジオ」はねと思います、はい、ちょっとなんかマッシュの旅トークがなくなった分ねなんかいろんなことを話してみたんですけど、うん、大丈夫でしたまあまあまあ皆さんがねご興味あるならばねもっとその、うん、私たちの好きなもの桂をね掘りたい掘り、はい、掘りしたいんですけども、はいはい、まあねそういうことも、まあ、フラストこともねいろいろまた話していきたいので。うん そうですね。あとやっぱりメッセージを読んでみようのコーナーをしたいので、ぜひとも皆さんメッセージめテちゃメッセージ求める。無茶求めるでません。もうあのアイディアくださいアイディアで決まってテーマですね。そうですね。トピックとしてなんか意外とパンっていっぱいね話したことがある時もあれば、何話すみたいな時もあるんでね。そういう時に結構メッセージいただけると、あのそれについてお話してみようとか。 採用しなかったら申し訳ないんですけども <laughs>、うんうん、でもすごいいいヒントになるんですごい助かってるんでよろしくお願いいたします。はい、せーのそれではご視聴ありがとうございました。したオーバーアビアンとう。